元気ありませんね。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日開いた御言葉はですね、実は長崎教会にとっては今ちょっと前に出てないんですけど、ちょうど私の前にあるところに出てるんですけども、これは長崎教会にとっては教会の核の御言葉で、主の近くクリスチャンセンター全体を取ったらですね、2週間前だったかな、話しました。主の御声に聞き従うほどに伝承の生贄やその他の生贄に勝るものはないという言葉が核の御言葉なんですけれども、この長崎教会にとってはこのマルコの8章34節これが私の教会の核の御言葉で、世界に向かって発信していく御言葉です。一番最初の街道の時ですね、この御言葉が入り口のところにずっと貼ってあったんですけれども、神様がもう一度この御言葉から分かっちゃうように言われました。今日はこの御言葉をですね、詳しく話すということよりも、その特についていきたいと思うならというところに焦点を当てて、そこからいくつかのことをこの伝統の御言葉を通して見ていきたいというふうに思っています。それでは賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。詩編の15編からですね、喜び歌を歌うですが、今日は天の故郷というちょっと古い安らぎの歌の中にある歌を歌いたい賛美しますけれども、これは西高の丘で毎年賛美している歌なんですけれども、それをちょっと、今日は賛美の中に入っていますのでご了解ください。それではお立ちになれる方はどうぞお立ちくださって、座ったままでは結構ですが、心から神様に礼拝を捧げていきたいと思います。できるだけこっち寄っていただいたら、それじゃあ賛美しましょう。お願いします。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなた聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み義を行い、心の中に真実を語る人、その人友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない、神に捨てられた人、その目は蔑み、主を恐れたとえ損になっても立てた誓いは変えない、金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いてはいい、されない。喜び歌おう。神様が住
べてのこと益に変えてくださるから、涙が溢れて悲しい時にも感謝と賛美捧げ、喜び踊り歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌い歩もう、もちろん喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様がだから喜び歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様がすべてのこと益に変えてくださるから、涙が溢れて悲しい時にも感謝と賛美捧げ、喜び踊り歌おう、喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌い歩もう、喜ぼう喜ぼう喜ぼう、いつも喜ぼう、神様が共にいるよ、だから喜び歌い歩もう、喜び歌い歩もう。目の中
歌え褒め歌え主に。納得できないこと、もう少しこうであればいいのに、ああであればいいのにと思うことがあなた方の前にいくつもいくつもあります。しかしその一つ一つをそのままの状況の中で感謝し喜びなさい。それはあなたには受け入れにくいことですが、あなたがそれを喜び感謝していくとき、私の手が動き始めるのをあなたは見るでしょう。愛する子よ、私はあなたと共にいて、あなたに最善を、最も良いことをなそうとしています。今のその状況をそのまま感謝し、その状況をそのまま受け入れ、私を褒めたたえていくとき、あなたは私の手が動くのを見ると知られます。諦めて感謝するのではありません。期待して感謝しなさい。喜んで感謝しなさい。私があなたのために祭殿をなすことを信じて感謝しなさい。私は私の手を豊かに具体的に動かしていこうと主は仰せられます。このあなたが私につながり、このキリストと共に死ぬなら、キリストと共に生きるようにもなると主は言われます。この私と共にこのよみがえのこの力を受けるようになると主は言われます。愛する子よ、私はあなたを愛している。私はあなたを愛している。私はあなたを本当に愛していると主は言われます。私はあなたを命をかけて愛しました。私はあなたに最善のものを、最高のものを与えたいとお願っています。それはあなたの人生の中にいろんなことを許します。あなたの持っているプライドを、あなたの持っているこだわりを私は砕いていこう。それはあなたに最高のものを、最善のものを与えるためです。
最高のものを受けるために不必要なプライドがあり、最善のものを受けるのに妨げとなるこだわりがある。私はそれを取り扱います。それはあなたにとって嬉しいことではありません。でも愛する子よ、私はあなたを愛している。それはあなたを砕き、あなたを整え、私が用意した最も良いものを、最高のものを与えたいと思っている。あなたがそれを受けるとき、あなたが祝福され喜ぶだけではありません。実はそのときあなたを通して非常に多くの人々が祝福を受け、私の愛と恵みを受けるでしょう。愛する子よ、あなたを通して私は多くの人々に祝福を、恵みを流そうと思っています。あなたは祝福の源、なぜなら私の愛する子だからです。それを私はあなたを取り扱います。その取り扱いの手を感謝を持って受け取りなさい。私はあなたに最善以外、最高以外、決して与えない神である。そのことを心に刻んでおきなさいと主は仰せられます。永遠の希望。天の故郷に憧れ天を見上げる。この世ではキリシャネスで使命に生きる。主よ来てください。来てください。永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む。主よ来てください。主よ来てください。主よ来てください。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を感謝をいたします。インターネットでオンラインで礼拝されているお一人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちに触れ、励ましと慰めを与え、希望をくださって、神の言葉によって私たちを生かし、私の信仰を養ってください。あなたが手を落としてくださっている素晴らしい勝利と祝福を、栄光と成功を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も主の御前に減り下ります。主をどうぞ語ってください。神の言葉によって私たちを生かしてください。主をあなたを愛します。賛美いたします。感謝いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。